ひらめきですよ。今です。やらかした。めちゃめちゃうまい。なんだ俺。はい、ということで。はい、ということで。はい、リュウジさんの方の動画を見ていただいたらわかると思うんですけども。そう。はい、私がリュウジさんにですね、本気のカレーを食べてくださいということで。ね、チキンカレーね。はい、私が作った本気のカレーを冷凍したものをですね。はい。これめちゃめちゃ試作しました。いや、僕の、チャンネルでやってからの話なんですけど、はい、めちゃめちゃ完成度が高いなっていうふうに思って。はい、ここまでよくインドカレーをこの冷凍で再現できたなっていうふうに思いましたね。はい、はい、まあ、これですね、リュウジさんちにこう持ち込んでる途中にですね、帰りがけにですね、私の知り合いに会ったんですよ。うん、ちょっとリュウジさんち行かないって言って、リュウジさんち帰りだって言うから、ああ知り合いってあの人ね。あ、はい、ちょっと連れてきちゃいました。ああ、じゃあお願いします。はい、どうもどうも。あ、どうもどうも。すいません、なんかお邪魔しちゃって。帰り道になんか研磨さんに会ったので、ちょっと、どこ行ってたんですかって言ったら、リュウジさんちって言うから、私リュウジさんち行くからって。そうですよ、今日ちょっとね、お邪魔してちょっとコラボを。あ、コラボして、撮影したんですか。はい、そうなんですよ。ああ、それはそれは、じゃあちょっと、ありがとうございます。ちょっとね、私カレーを作ってリュウジさんに食べてたので、リュウジさんの味からめちゃめちゃ美味しかったじゃないですか。あれは半端ねえうまいよ。美味しかったです。ありがとうございます。あれパーティーの時にさ食べてさ、一番売れ行き良かったじゃん。まあ、みんなあれ食っててさ、マジカレーは、マジカレーはマジでうまいよ、あれは。ていうか俺食べようと思うのなかったからね。で今回は、僕のチャンネルでカリブちゃんのカレーを食べさせてもらって、はい、めちゃめちゃうまかったんですけど、はい、なんかカリブちゃんがアレンジしてほしいっていうふうに言ったんですけど、うん、俺ちょっと断って一回、はい、もうこれアレンジする余地がないと。完成度が高いから、はいはい、なんですけど、まあでもそれでもちょっとやってほしいっていう話だったんで、うん、はい、まあ確かにね、5食入りだから、はい、1食はアレンジしたいかなっていうのはあるとは思うんで、うん、あ、じゃあもう分かりましたと、ぶっつけ本番で、はい、じゃあすいません、飲んでいいですか。あ、じゃあありがとうございます。なんなら研磨さんとはきのこバーベキューしたんですよね。でもそのバーベキュー俺弱いし、いや、リュウジさんめちゃめちゃ呼んだって言ってましたよ。だって名簿に名前書いてたんで、リュウジさんって来てなくて、リュウジさん呼ばれて、あの名簿見ましたよ。呼ばれてない。リュウジって書いてあった、書いてあったっすよ。何だったら一番上の方に書いてあった。そう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 、呼ばれてない。ということで、どんな風にアレンジしていただけるんでしょうか。今日はね、まあまあ、そうめん。やったもうね。前回も、そうめんだったんですけど、はい、まあなんか、このカレーの感じ、ココナッツミルがすごく効いてて、スパイスも効いてて、はい、お湯もたっぷりなんで、はい、だからそうめんと合わせて、やると、まあほら、そのグリーンカレーとかそうめんと合わせるじゃないですか、はいはい、ああいう印象でやっていくとすごくいいんじゃないかなと思って。素晴らしいです。スリランカも、はい、インディアッパムって言って、うん、なんかそのそうめんみたいに白い麺をですね、うん、カレーと合わせて食べる文化があるので、うん、しかもココナッツミルク系のカレーと合わせて食べる文化があるので、うん、そうですね。カリコちゃんのチキンカレーはかなり汁気がそんななくて、うんうん、肉たっぷりなものなんで、はい、そうめんと合わすために若干こう水分足して、はい、だし系のものもちょっと僕のアレンジで足しさせてもらって、はい、でそこでそうめんに合わせたらどんな感じになるのかと、やったっていうのをやってみたいと思います。やった、はい、いや、まあ、私正直ですね、リュウジさんの方でですね、喧嘩を売るみたいなことをさせていただきましたけど、正直ですね、リュウジさんのそうめんレシピ大好きなんですよ。もう前回もそうめんやってもらったのに、うん、いや、もう一回、そう、前回そうめんやったから、まあ、今回中華麺しよっかみたいな感じだったら、超そうめん、そうめん、ちょっとお願いします。そうですね、はい、多分俺はまあ頭の中では、はい、頭で考えて今日初めて作るんだけど、はい、多分大丈夫だと思います。はい、今のひらめきですか。今です。試作しないで今いきなりやるってこと。そうです。え、すげえ。ケンマスさんいつもそのチャンネルやってるやん。まあそうだけど、すごいな。リュウジさんのカレーとさ、なんかこう、全然違うのね。そうです。同じカレーなのかって、はい、例えば女優さんでもさ、綺麗系の人とさ、可愛い系の人いる。まあ確かに確かに。まあ、リュウジさんのカレーを例えるんだったら、今田美桜ちゃんみたいな。ちょっとなんか、王道系の可愛い。誰それ。え、今田美桜ちゃんわかんない。わかんない。じゃあ石原さとみちゃん。あー、あー、じゃあ石原さとみさんちょっと私もらっていいですか。あー、まあそうっすね。じゃあリュウ
さん、リュウジさん、リュウジさんの方は、あ、サッシー、うん、違う、あの小松、小松奈々さん、あー、小松奈々さんイメージ、確かにな、あ、これどれなんですか、これ豆乳、豆乳ね、60cc 入れました、豆乳 60cc、これ一人分ですか、一人分です、はい、で、これで、ちょっと白だし、なんかね、カリゴちゃんがね、あの魚介だし合うんじゃないかっていうふうに言ってたから、はいはい、白だしもね、ほんと小さじ2ぐらいで俺はいいんじゃないかな、うん、はいはい、後でちょっと足すかもしれない、はい、で、多分ココナッツミルク入ってるんでちょっとクリーミーなんですね、うん、ちょっとクリーミーなところに、はい、このだしとあの豆乳のまろやかさが入ると冷たいそばに絡むんじゃないかと思って今やってるんですけど、で、汁自体はやっぱり、うん、あの冷凍カレーなんで多分あったかくなるん でこれ自体はあったかくします、でもなんかこの、少ない汁を、沸かすのも面倒なんで、レンジかけます、はい、はい、なるほど、もう1分でポコポコってなると思って、はい、でその間にこれ1分やってる間に、こっちの、こっちで、そうめん茹でます、はい、今この瞬間にこれ考えてるレシピとは思えない、そうなんですね、ね、すごいよね、天才かよ、いや某あの、うん、編集の人が、うん、リュウジさんはね天才系なんで、なんか食べた味をこう再現しちゃうんで、わかるな、わかるわ、その才能は素晴らしいね、素晴らしい、乾杯、いや、でもカリーコちゃんのさ、はい、カリーのさ、あのさ、はい、あれもすごいと思う、俺は思う、いやいや、とんでもないです、てかさ、ケンマさんのなんかちょっと、うん、あの若い頃に絡んでおじさんかダメよって、はい、じゃあ豆乳と白だし入りました、はいはい、ここに、はい、幸せのチキンカレー、はい、ね、でこれを入れていきたいと思います、おーおー、なんかすごい担々麺みたい、そう、多分ね、ごまっぽい、このペーストっぽいこの豆乳が、はい、なんかまろやかさを増してくれていい仕事してくれるんじゃないかなと、はい、すごい、牛乳とかでも多分いいんだけど、多分ベストは豆乳、これぐらいのとろみが、はい、おそらくそうめんにいいぐらいに絡むこの水分の量なんじゃないかな、これはすごい、私豆乳と合わせるは全く発想なかった、じゃあここで氷水で冷やします、はい、まあまあそうめん一つ、わー、おいしそう、あ、多分合う、うわあ、ちょっと少しパセリ、わあ、いい、めっちゃいい、じゃあこれで、幸せのチキンカレー作る、はい、豆乳カレーつけそうめん、最高です、まずありがとうございます、めっちゃ簡単じゃないですか、 60cc 豆乳に、 60cc 豆乳に小さじ2の白だしです、はい、これ普通からも全然いいけど、ちょっとこれちょっとね、魚介だしね、うん、はい、本だしとかでも全然いいんだけど、うん、めっちゃ美味しい、入れて、はい、多分旨味の相乗効果でかなりあの俺っぽくなってる、うん、さっきまではインドカリコちゃんっぽかったけど、はい、ちょ俺のテイストも加えさせてもらいました、おー、食べますか、はい、じゃあこれ食べましょう、はい、やだー、じゃあじゃあじゃあ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ちょっとこれもケマさんのカレーライスの方も食べてください。じゃあ僕は全然さっき食べてないから、はい、まずスタンダードを食べていいですか？はい、スタンダードね。じゃないとほら、ね、確かにアレンジしても評価できない。めちゃくちゃいい香りしてる、うん。カレーがすごい。これは。めちゃめちゃ美味しい、よかった、いや、ちょっと言葉を失ったな、最初、で、このそうです、ね、なんていうの、この肉感、はい、もう塩だけですか、これ、あ、もう本当に塩だけです、ね、すごいね、やっぱり、まあ、インドカレーでもそうだよね、うん、塩だけのあれがすごいから、はい、ちょっとね、そうめんの方が、うん、じゃあまず、はい、アレンジを、そうめんさん、じゃあ、そうめん食べます、 あったかうちにね、食べましょう、これはうまく、ちょっと待ってよ、これやらかしたな、これやらかした、めちゃめちゃうまい、なんだこれ、でもね、あのいや俺本当はね鶏ガラスープにしようと思ったんだけど、はい、カリコちゃんが、うん、あの魚介だしも合いますよっていう風に言ってたからあ、じゃあ魚介でいこうかって言って白だしにしたんだけど、合うね、めちゃめちゃハマりすぎや、豆乳が、なんだこれ、口触りがさらに良くなってる、
めちゃくちゃうまい。めちゃめちゃうまくなってる。なんかこれ、うん、絶対にこれはすごいわ、やってほしい、うんうん、これはずるいわ。これ相当うまい。冷たいそうめんとなんかちょっとあったかいこの豆乳カレーのあれにすごく合ってる、うん、合う。辛さ俺はちょうどいいと思うんだから。めっちゃでもちょっと辛いよね。ちょっと辛いですね。ちょっと辛めだけど、うんうんうん、これさインドカレーはこれぐらい辛い方が俺は好きなんだけどな。なんか辛さでちょっと少しの尖りが入ってるっていうの で、まあそうですね、俺のカレーもあの香りの尖りが入ってるから、うん、俺は好きだな。確かに相当に俺リュウジさんのカレーうめえと思ってて、うん、超えらんねえと思ったんですよ、正直言うとね。うん、これは互角、あ、うん、まあちょっと、ね、ジャッジは僕の中でつけられないかな。あと、もう好みっすね、もうね。もう好みですよね。どっちが好きかとかって話ですね、多分。確かにそうなってくるね。分かりまあ、米から涼子さんが好きか、石から石原さとみさんが好きかって言われて、まあ結局、ね、好みじゃんみたいな。まあまあまあ、まあ、あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。ちょっとね、あ、ちょっと脱線してもらった。ちょっとね、ちょっとね、年齢が違う。じゃあ、誰かいる？ごまきかな？ちかじゃないですか。あ、ちょっとでも年齢が年齢あれば。あのね、ここ一世代違うのよ。我々なんかね、あの、マジカレーでそうめん作ったけど、あの、そうめんに関してこっちの方が全然うまい。いや、うまいわ、うまい。全然。昔さ、俺あの、軽井沢かな、うん、行った時に、カレーがさ、ご飯に真ん中になって、こっちとこっち違うカレーになった。あ、相掛けカレー。そんな感じで食べたいね、うん、このリュウジさんカレーカリコさんカレー。ああ、まあそれはもうなんかもう全然一緒に売ろうとはしてるので。じゃああれだね、お互い多分1人前ポーションだから、うん、多分カップルとかでさ2人で食べて、そうですね、2人で食べればじゃあ半分半分ね、うん、持ってもらって、確かに確かに、こっちはカリコちゃんのカレーで、うん、俺のマジカレーと両方。絶対そしたらめちゃくちゃ楽しむじゃないね、友達と。あのね、どうすかね、なんかもうあまりにも対照的すぎておもろいかも。なんだったら両方混ぜたら、いや私も絶対そう思った。私もちょっと混ぜたら意外とめちゃめちゃいいんじゃないっていう。いや全く相性しないカレーだけど、確かに相掛けだったら混ぜられるか。混ぜたらどうなっちゃうのかな。どうなっちゃうんだろうな、あれね、混ぜる分量変えても。うん、なんかちょっと気になるな。やってみますか。そうっすね、それもちょっとやりたいですね。やりたいですね。でなんか俺が結構邪道で来てるんで、正統派 の、うん、あのインドカレーを出してくれたっていうのはすごく、あ、正統派ってこっちなんだっていうような、なんかこれ正統だと俺なんかどっちなんかなってなっちゃう。多分もう全く違うカレーだから。全く違う、全然違うよね。だからなんかそのまあスパイスだから、インド系のスパイスが好きなのか中華系のスパイスが好きなのか。ああ確かに、さあなるほど、分かれますね、うんうん、まあでもねそれはね皆さん の、 あの、うん、ジャッジして皆さんが楽しんでほしい、うん、ここで勝ちバトル、まあ、負けられないみたいなね。でもこれって多分仲いい料理家同士だからこそできることだと思うので、うん、確かにギスギスしちゃダメだもんね。やだよね。初対面でさすがにできない、うん、もうリュウジさんと5回目ですかね、これは4回目ぐらいなので、週が4回目でね、はい、なので4回目でもうなのでちょっとやらせていただいたという感じですね。で皆さんにも楽しんでいただけたらなという感じです。もう僕はもう土井善晴先生とちょっと、いつかね、土井善晴先生お願いします。いつかお願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい、じゃあ今回はですねそうめんをリクエストさせていただきまして、めちゃめちゃ美味しい超お至福のチキンカレーそうめん作っていただきましたけど、はい、いやちょっとこれはね皆さんにも買っていただいて、ぜひ、うん、これちょっとホームページに載せてください。はい、じゃあ概要欄の方にあのリュウジさんのカレーも食べてほしいので、うん、どっちも URL に載せておきますので、ね、あると思いますね、はい、僕は両方買います。ありがとうございます。あ、送ります。ありがとうございます。絶対買う、絶対買う。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ皆さんもぜひ楽しんでください。お願いします。あのコメントお待ちしております。お願いします。もうリュウジさんのカレーも美味しいので、あの皆さん優しい。じゃあぜひ食べ比べしていただければ、はい、と思います。はい、ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。これはやばい。これはやばい。これはね、よくできた。そうめんレシピやばい。うん、これ今考えた。今瞬間に。ジャスタイヤ。うますぎるよ。え、打ち合わせなしでこれやってんの？打ち合わせなしなしで今やった。だって俺今日初めて食ったのこれ。辛みは全然残らない。